皆さんこんにちは。こんにちは。マリコ書房です。今日も一冊ご紹介いたします。はい、本日は、はい、山本文夫さんの自転しながら好転する。ほう、これはねめちゃくちゃすごい本だと思う。7年ぶりらしいですね、山本さん。ちょっと山本さん体調悪くされてね。私はこの方の直木賞の選考委員した時に恋愛中毒もしたし、その後も何冊か、うん、読ませていただいて、この人は、まあ、作家になるべくしてなったっていう人だなと思ってですね、今回このね自転しながら好転するになっちゃったな。それなぜかっていうと、こう私が作家が参ったと思うのは、やられたと思うのは、こう自分が割と書く系統の小説をもっとうまく書かれた時に、あ、やられちゃったとか思うんだけども、この山本さん何がすごいかっていうと、本当にありふれた茨城のアウトレットの、彼は中卒の元ヤンでね、こう性格も優しいし素晴らしい風に書かれてる。だけど申し訳ないけど、学歴もないしお金もないし、施設にいるお父さん抱えてて、いいことなんか何もない、だけど女の子って自分の愛情をこう七に取られて、分かります、愛情を七に取られて、すごい表現、分かる分かる、結婚しなきゃならないってことあるじゃないですか。で未来のこと考えて計算すれば絶対損なんだけど、でももう好きになっちゃったらしょうがないんですよ。またこの寛一君が魅力的に書かれてるの、いろいろこう友達とさ、またちま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 話するわけ、どう思うとか、もうみんな中卒なんでやめなよとか、まあいろいろ言う。でこういうね、女のちまちま話ってね、本当に書くの難しいんですよ。で私も何でも書いてますけど、もう途中で読者を飽きさせないようにするにはどうしたらいいかって、本当に考えながら書いてるし、今の小説で事件が起こるじゃん、殺人だとか、まあいろんなことが、これです、本当に結婚しようかどうしようかちまちまちまなんだけど、これだけ面白く読ませるってね、並大抵の才能じゃないと思う。そうなん、並大抵の才能じゃないと思う。だって話そんなに進まないし、最初にちょっと騙し絵みたいなことがあるんだけどね、本当にこの中卒くんの元ヤン好きになっちゃって、どうしようどうしようどうしようって、まあ、それでこの子自体もお母さんが更年期障害で大変で、もうお父さんとお母さんがこれから生活を立て直そうって言ったり、いろんなことが起こるわけ。地方のよくいる平凡な女の子なのね。で洋服が大好きで、アパレルメーカーにいるんだけど、こう自分で作ろうとかプロデュースしようとか、そういう才覚だとか野心はなくて、もう好きなお洋服着られればいいなっていう、そういう感じなのね。でそこのアウトレットのお店の中でも、上司とさ、なんかごちゃごちゃごちゃとか、こうセクハラする嫌な人がいたりとか、もうそれも会社で女同士のこともちま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 なんだけども、こういうさちまちまをこれだけ情緒豊かに、しかもこう大きく面白く書ける人ってちょっといないんじゃないかなと思うんですよ。でこのちまちま読んだ後に、なんかね不思議なことに、こうああ生きててよかったなって、こうやっぱり家族っていいんだなとか、人ってこう希望を持って生きるもんだなんだなとかね、非常にこのちまちまから崇高な大きな気持ちになれるっていう本であった。山本さん本当体調悪くされてブランクあったけど、その間にきっといろんな本を読んでいろんなことを考えられてると思うんだけど、楽しいね、次の世代を作る作家ですから、もうこれで見事復活遂げたなって感じだな。ちまちまちまから崇高な、このタイトルのごとく自転しながら好転まで華麗にいけるわけですね。そうです。でこの本読んでよかったと思う。あ、読んでよかったっていう本って、ね、なかなかね、なかなかないですよね。すごく感動しちゃってね、いい時間を作っていただきましたっていう感じかな。結構文字ちっちゃい。いや、林さんよく読み切りますね。読みますよ。すごい量。いや、私たちほら本読むのも仕事ですから、文学賞の選考のシリーズだとこのくらいで届きますから、いや本当に皆
さん読んでるんですか？林さんが読んでるのは知ってるけど。読んでるよ。読んでる。昔は読まない人いたらしい。昔はそう、やっぱりそうなんだ。いや、昔偉い先生が向かいのこうハイヤーの中で、あの編集者にどういうあれか言ってみようって言ったんです。私はそんな、そんな怖いことできないです。私、あの気が小さいから。そんな胆力は、そんな度胸、そんな度胸ないね。読まないものでこんなに言ったなと思った。私なんかね、読み切れるかなかと思ってちょっと夢を見ちゃったんで、はい、5冊の候補作、4冊しか読んでなくて、今ここで読まさせてくださいとかって言った怖い夢見た。夢ですもんね、それもね。でね、私覚えてるんですけど、まあ、直木賞の候補になった作家の方とパーティーで会ったの、うん、で直木賞の選考会のまあ、3日前ぐらいで僕の本読んでいただけましたとか、まだ読んでませんって言ったら、え、読んでないんですかってすごく怖い顔されたので、私たち読み手のプロですから、ちゃんと計算しながら読んでますから、ご安心してくださいとかって言ったんですけども、あの本当にそこは難しくってね、あんまり先に読んじゃうと、まあ、目を取りながら読んじゃうと忘れちゃうので、はい、え、計算しながら最後に読み終わるのは前日とか2日前とか、そういうことをやるので、並行して読んでるってことですか？いやいや、だから最初に、あの、まあ、熱いものから読み始めて、だんだんこうすぐ読めそうなものは最後にしてっていう感じですよね。温度も変わっちゃうとね、その読んでる時の自分のテンションとか、そう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 、公平にできなかったりとかあるんですかね。そうなの、だからこう、でもね、私この間も大きな賞の選考会したけども、はい、やっぱり作家って公平だし、本当に本好きなんだなとしみじみ思ってね、選考会の後でね、あの感想戦っていう、なんていうの、あのみんなでああだこうだよ、公表、やっぱりこの人に撮ってもらいたかったけどこうちゃダメなんだよなとか、そういう話するんだけど、やっぱりみんな作家や本のこと好きなんだなと思ってね、すごくいい時間ですね。その最近はあのなかなかその後食事がなくなっちゃって、お酒も食事もないので、はい、みんなその終わった後にまあ、そういう話するんですけども、うん、やっぱり私たち作家は本好きなんだなってことつくづく思うんですよね。いい話を聞けたな。いや、そういう方たちに選んでいただいてるわけですね。そうだよ、だから、うん、この作家気に食わないからどうのこうのなんて言う人誰もいないしさ、うん、私が知ってる限り誰一人もいないし、ああいう私がね、ああいう地方のね、うん、普通の子かけるって並大抵の才能じゃないと思いますよ。でも林さんが得意じゃないですか。そんなにあのうまくいかないことも多いし、多いんだ、うん、リアルに書くって大変ですね。それを主人公にしかもしないといけないわけですかね。で、その魅力的に書かなきゃいけないしね、はい、主人公と愛されるためには、ね、知的でバンバンなんとかかんとかって、ね、それも嫌だ、それも嫌だし、うん、確かに共感してもらって、うん、しかも魅力的な女性で書かなきゃいけないし、分かる分かるって読みながらも、うん、でもちょっとここはってそこで引っ掛けてまた分かる分かるにしなきゃいけない、こういうテクニックはね、大変なものにだと思いますよ。あんた違うでしょって読者をちょっとヒヤッとさせて、またそうだよねやっぱりもねって、こうこういうことを一緒にね旅をしていく、人生の小さい旅をしていくって、それが作家と読者の関係じゃないかなと思います。これはそれが見事に成功した、成功してる、本当にいろんな人に読んでもらいたいなと思います。絶対この本は読むべきだと思います、ね、マストバイ、マストバイですね、はい。